これ無音時は録音しないという機能があるんです。つまり声が入ってないところをすっ飛ばして声が入ってなんか取りこぼし多いんですけれども結構まあまあできてますよね。こんにちは、戸田悟です。いろいろな動画を作ってるんですけれどもそのうちの何割かは僕が仕事でリアルに使ってる方法の紹介なんですね。で今回も結構僕仕事でよく使ってるのは録音なんですよ。 iPhone で録音してます。 Android でもしますし、それから IC レコーダーもします。まあ、仕事柄ミスると大変なので大体2つでしてるんですね。1個は iPhone です。もう1個は Android にするか IC レコーダーにするかみたいな使い方をしてますけれども、まあ、出張ではバッテリーがなくなる問題があるので IC レコーダーを使ったりしますけれども、まあ、今回は僕の使い方の中では中心になっている iPhone ですね。 iPhone で録音をするおすすめのアプリと録音の仕方をちょっと紹介してみたいと思います。長年使い込んでくると録音のアプリにもいろいろなこうなったらいいなああなったらいいなっていうのを考えながらいろいろ取捨選択して選んできました。その集大成的な録音アプリの紹介です。はい、それではおすすめの録音アプリを紹介していきたいと思います。僕は仕事でもしょっちゅうですね、週に何度も取材をします。そこで当然録音していますのでいろいろなアプリを使ってみたんですけれども、特におすすめなのがこのディクタフォンというアプリです。後で実はもう一本追加で紹介しますけれども、基本はこれがおすすめです。また今後いろいろな使い方のためにまあベスト5的なものも考えているのでそれは少々お待ちください。で無料版のディクタフォンと有料版のアローンディクタフォンというのがあるんですが、今回は有料版で説明します。で機能は何が違うかというとですね、これが有料版と無料版の違いなんですけれども、いわゆる今回の動画はこのフルバージョンですね、600円ぐらいだと思います。フルバージョンに課金した状態で説明します。でそれぞれいろいろな機能がこれだけあります。例えば、メモ共有するとか再生スピードを変えるとか、または、広告なしとかですね、上級者オーディオパックとかいろいろこう機能に分けて課金することもできますし、サブスクリプションではないので600円1回課金すれば済みますから、無料版使ってみていいなと思った方はプロ版ですね、 こちらのフルバージョンですね、プロのフルバージョンにすることをお勧めします。でフルバージョンにするとさっき お話したように名前が変わってこのアローンディクタフォンというアプリになります。それではディクタフォン早速起動してみましょう。まずですね、これも何て言いますか、おすすめというよりは大前提なんですけれども、機能としてですね、アプリをこれですね、クラウドサービスにアップロードできなければ、アプリじゃない、ごめんなさい、録音したファイルですね、ファイルをクラウドサービスにアップロードできないともう使い勝手悪くてしょうがないです。でもちろんディクタフォンの場合はこのようにたくさんの、まあ何でもいいんですけれども、お好みのものでいいんですけれども、クラウドサービス、サウンドクラウドなんかに対応しているのがちょっと特徴かなと思いますけれども、僕はワンドライブをよく使いますが、こういったものに選択してすぐに転送できると、これはもう便利というか当たり前の機能だと思います。さてとても優れているのが音質を選択する機能があることなんですけれども、まあ音質選択できるアプリ多いんですけれども、低標準高とある上にさらに詳細設定で皆さんがもうお好みのいろいろな音質、もうすんごい選択肢です。もう数えきれないほどの選択肢です。でまあ僕はいつも標準で使ってるんですけれども、ちょっと低と高の違いをテストしてみましょう。まず低に設定しました。録音のテストです、録音のテストです。音質は低です。はい、続いてでは高に設定してみます。録音のテストです、録音のテストです。音質は高です。ちょっと字小さいんですけども、まず見ていただいて分かるように、まあ数秒の録音だったんですけれども、高だと168キロバイト、低だと40キロバイト、だいぶ違いますよね。でちょっと再生してみます。録音のテストです、録音のテストです。音質は低です。今のは低でした。もちろんこれビデオで録音したものをさらに録音しているのでちゃんと分かるかどうか微妙なんですけれども、はい、今度こうです。録音のテストです、録音のテストです。音質はこうです。はっきり言ってですね、このぐらいの録音だったら僕は低でもいいと思ってます。まあ間を取って標準にしてるんですけれども、何か例えばこう自然の音を録音したいとか、もしくは会議でも人がすごく大勢いて遠くの声も録音したいというような場合はこうにすると良いかと思います。まあ簡単に選択できますので選んでください。もしくはなるべく高い品質で録音しておいてファイルサイズで、決めてもよろしいかと思います。あまりにもファイルサイズが大きいと例えばメールで送りづらいとか、パソコンに転送するときも時間がかかるといったことになると思います。特に時間が長いとですね。
僕がこのアプリで最強だと思う機能がこちらなんですけれども、詳細設定のところにあるんですが、これですね、拡張モードで録音時の原因って、これ無音時は録音しないという機能があるんです。つまり声が入ってないところをすっ飛ばして声が入ってるところだけ録音してくれるんですね。でその感度も指定できるんですけれども、まずはこの機能オフにして録音してみます。わざと声を出さなかったのは無音時にしたいからです。この後声を止めます。はい、また喋りました。はい、では再生してみましょう。わざと声を出さなかったのは無音時にしたいからです。この後声を止めます。はい、また喋りました。はい、今は無音も録音されました。では今度は設定で無音時を録音しないオンにしました。感度も設定できるんですけども、まあまずはこれでいきたいと思います。では早速、はい、最初に無音の状態をあえて作りました。この後声を一旦止めます。ちょっと長めに止めましたけれども、これがどのように録音されているでしょうか。では早速再生してみます。はい、最初に無音の状態をあえて作りました。この後声を一旦止めます。ちょっと長めに止めましたけれども、素晴らしいですよね。無音の部分を完全にスキップしてくれてます。これはなかなかいいなというふうに、僕はあの取材で使う上ではこの機能は非常に優れているなと思いますし、あとですね、あの特におすすめの使い方は、何か思いついたことをどん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 アイデアを録音でメモしていくときには無音の状態が怖くないんですよ。例えば3分間考えていて何かアイデアをパッと喋っても全部うまくすっ飛ばしてつなげてくれるので、この使い方をする上ではこのディクタフォンというアプリは優れていると思います。次に撮影しながら録音できることを紹介したいんですが、ちょっと同時にですね、無駄なファイルの削除はこれでいきます。まあ簡単だって話ですね。ではちょっとやってみましょう。まず録音をします。はい、録音している状態で下にここに3つメニューがあるんですけれども、この真ん中ですね、画像っぽいのをタップするとですね、このように表示されますから、カメラをタップしてあげるとこうやって、はい、撮影ができました。で写真を使用します。はい、これで完了します。はい、一回止めましょう。はい、でこのアプリ、あ、ごめんなさい、このファイルが写真付きになってますので、これをタップしてあげるとここに写真が見られます。たくさんの写真を撮りながらどん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 録音していく画像メモみたいなものを作るときにもかなり重宝すると思います。ただ僕はワンノートで写真は統一したいので、こういう使い方はあまりしませんが、パッパパッパ撮ってパッパパッパ録音をして、でも一回見て考えたら捨てちゃうよというような使い方でしたら、これでも全然ありかなというふうに思っています。はい、それではちょっと録音をスタートします。はい、録音をスタートした状態でブックマークを作る機能を紹介したいと思います。ブックマークですね、例えば会議を録音しているときに予算の話になったとか、部長が何か話をしたとか、次の会議が決まったぞと、日程が決まったぞという瞬間にブックマークをつけておくと、後で簡単に呼び出すことができます。非常に便利です。で今これも録音してるんですけれども、今はいと言った後にブックマークをつけたいと思います。はい、はい、あの左上のリボンのようなボタンを押すとブックマーク作れるんですが、時間がなければもうこれ 1,2 とかでもいいと思いますし、分かりやすいようにテキストを入れてもいいです。ボタンをタップした状態のところで止まってるというか、その時点のブックマークが作れるので、ゆっくり作業しても大丈夫っちゃ大丈夫です。ただ実際の会議とかであんまりここでスマホいじってるわけにもいかないので、簡単なのがいいかなと思います。今1つ目のブックマークは作り終わりました。続いてまたこのボタンをタップして2つ目のブックマークを作ろうと思います。では2つ目です。はい、ではここで今度は2というブックマークを作ります。はい、完了しました。はい、では一旦止めます。このディクタフォンというアプリ、非常にこう機能的には優れてるんですが、メニューがですね、ちょっとよくわからない、使いづらいのが弱点なんですが、ブックマークの再生はこの右側のリボンのマークをタップしますと、ここにブックマークのメニューが現れますから、ここで再生します。はい、はい、あの左上のリボンのようなボタンを押すとブックマーク作れるんですが、時間、はい、で今度2つ目のブックマークを再生するには、この辺を押すとですね、写真になってしまうので、この時間のところをタップします。そして再生します。2つ目です。はい、ちゃんと1つ目と2つ目のブックマークが作成できました。ちなみに再生中にもブックマーク作れますから、再生した音を聞きながらポイントポイントでブックマークを入れていってもいいと思います。さて僕のような仕事だとですね、
テープ起こしっていうのをしなければならないというかすることが多いんですね。でその時に役立つのが再生スピードを変える機能なんです。どん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 すっ飛ばして重要なところだけ聞いてもいいんですが、例えば取材終わって数日経ってしまうと話の内容がなんとなくおぼろげになってしまうので、やっぱり全部聞きたいと。でも1時間の取材のテープを1時間かけて聞くっていうのも実はナンセンスなので、そこで使うのはこれなんですけれども、はい、これ再生してますけれども、これを押すとですね、例えば会議を録音している時に予算の話になったとか、部長が何か話をしたとか、次の会議が決まったとか、言ったことを一緒に後で簡単に呼び出すことができます。非常に便利です。はい、今のように再生スピードを遅くも早くも調整できますから、遅く調整してタイピングして記録する、いらない部分は早くしてすっ飛ばすといったことも可能です。これはなかなかこうテキパキ簡単にできるっていうのは便利なアプリだと思います。はい、では続いて別のアプリをちょっと紹介したいんですけれども、ディクタフォンですね。僕が欠点だと思うのは時間を指定して録音スタートできないことなんですよね。これまた別のアプリで今後紹介していきたいと思いますが、時間を指定して録音できれば、例えば会議が始まる前に時間をセットしておけばボタンの押し忘れがなくなりますよね。あと実はちょっと内緒で録音したいなっていう時にも、ただスマホ持ってるだけで録音できちゃうっていう利点もあると思います。さてもう一つがですね、やはりテキスト化なんですね。録音したファイルをテキスト化したいということで、それにおすすめなのがこのボイスレコーダーというアプリです。まあどこまでできるかっていうのはこうご期待ということで、ちょっと試してみましょう。アプリを起動しまして録音します。録音のテストです、録音のテストです。どこまでテキスト化できるでしょうか。ちょっと小さな声でも喋ってみます。どのぐらいテキストになりますか。はい、今録音した声をちょっと再生してみます。録音のテストです、録音のテストです。どこまで、はい、まあまあできましたよね。でこれ音声記録ってことで、これ今のファイルなんですけれども、これをですねここをタップします。これで今ちょっとテキスト化をしてます。時間は残念ながらかかります。あ、できましたね。結婚しますとかなってますが、どうですか。最初はちょっとなんか取りこぼし多いんですけれども、結構まあまあできてますよね。ちょっとズームで、はい、まあこの程度はできます。でこれテキストファイルで保存できるので、保存ボタンを押せば、はい、あとはテキストファイルとして普通にパソコンに転送するなりして利用することができます。まあ興味のある方は使ってみていただければと思います。まあ結局集大成とか言いながら、結局は一本にできなかったのは本当に申し訳ないんですが、まあ使い勝手の良いアプリと、それからテキスト化のアプリ別だったりしますというか、両立できてなかったりします。全部がまるっと一個になったアプリがあればいいなと思ってるんですが、まあなかなかそうはいかないということですね。今回紹介しきれなかった録音のいろいろなアプリもあります。例えば電話を録音できるアプリ、これ iPhone では難しいんですが Android でできます。それから中でもちょっとお話しましたけども、時間を指定して録音スタートするアプリとかですね、いろいろありますので、録音アプリはできればそう遠くないタイミングで第2弾をアップできたらなと考えてます。よろしくお願いします。